メイクドラマ長嶋茂雄日本シリーズ。長嶋茂雄背番号33。ついにやってまいりました、画期的な新コーナーのお時間です。メイクドラマ長嶋茂雄日本シリーズです。このコーナーはですね、ラジオの前の、長嶋茂雄を目指す若者2人がですね、自分がどれだけ長嶋茂雄なのかを競うものでですね、1週勝ち抜きで暫定長嶋茂雄、3週勝ち抜きでなんと長嶋茂雄本人になれるというですね、これ大変だね。今までね、これだけね、リスナーの中に長嶋茂雄がいる番組も珍しかったわけですよ。でいて、やっぱりこれだけいるんならば、本物を決めなきゃいけないんじゃないかということでですね、ついに実現しましたね。今からですね、電話で2人のリスナーに出場してもらいます。交互にですね、10問ずつの長嶋茂雄に関する本人だったら絶対わかるクイズです。逆に本人以外はまずわからないクイズを出します。で、得点が高かった方がですね、長嶋茂雄です。で、得点が低かった、いわゆる長嶋茂雄さがこう低かった方はもう長嶋茂雄ではありませんね。いいとこ福王ですね、そりゃもうね。俺ジャイアンツでもね。ということでぜひですね、どんどん勝ち抜いてってください。3週勝ち抜けば長嶋茂雄本人になれる上にですね、副賞として幻の100星のコインをプレゼントしたいと思っております。それでは今日のですね、もう長嶋茂雄にもなるためにですね、待ちに待っていたね、ペンネームデラクーズさんですね。もしもし。もしもし。いやー、伊集院くんですか。いや、ブーちゃんいいね。最近ね、 DH で欲しいなと思ってんだけど、ブーちゃん最高だよ。すいません、はい、もしもし、はい、ミスターですか。はい、そうです。最高。いい似てなさ。努力が伺えるのにここまで似てないと、あんた最高だよ。どうもありがとう。ブーちゃんいいよ。ブーはもう最高だよ。その上ブーちゃんいいよ以外ね、だからあまりないのもあんた最高。ありがとう。あんたいいわ。ブワッとね、ブワッと。ね、下半身から。もうすいません。もう普通でいいですよ。そうですか。普通で大丈夫ですよ。はい、わかりました。もしもし。はい、もしもし。まだいけるんだ。っていうかね、デラクルさん、モノマネ的には似てないですよ。それ別にそんなには。そうですよ。これからいっぱいミスターに関するクイズ出てきますけれども。それよりもね、はい、一茂のね、はい、これからのね、将来っていうのがね、すごいね、私としてもね、もう一回ジャイアンツに入れたいと思ってるんですけどね。わかりました、ミスター、これ以上やると僕が本当にそれを似てると思って笑ってるんだと思われちゃうと困るんで、はい、次の勝者を紹介したいと思います。はい、頑張ってください。はい、わかりました。さあ、続いてはですね、この方はなんかね、一回チャレンジして挫折を味わってる方らしいんですよ。ペンネーム素敵なバカ22歳ことミスター。もしもし。もう負けないで、前の方かなり全然似てないのに来てましたよ。もしもし。はい。ガウです。大変でした今日は。適当かよお前。今日見た情報だけじゃねえかよ。つい3時間前にプロ野球ニュースで見た情報じゃねえかそれ。ちょっと傘デストロイして。大変ですね。ミスターは、はい、もともと何にチャレンジして負けてるんですか。森進一に。全然違うじゃねえかよ。森進一ではなれなかった。なれなかったがミスターにはなれそうだ。後で気づいたらね、ミスターだったんですよ。森進一だったら思い込みで、よくよく考えたら俺はミスターだったじゃないかと。そうなんですよ。じゃあここでミスターになればいいだけのことですもんね。そうですね。相手かなり強力ですから、あれだけ大して似ていないまでを強引に押せるっていうのは、僕ならかなり驚異的な敵なんで、これの森進一の二の前だけにならないでくださいね。いや大丈夫ですよ。頑張ってください。お願いします。はい。さあということで、そんな2人ですけれども、どんな2人かよくわからないんですけども、これどっちからミスターなわけですよね、これね。で、片方はもうね、背伸びですよ。全然背伸びしちゃってて、かっこ悪い人なわけですよ。その私有が決定されます。それでは、先ミスター。はい、もしもし、ブーちゃん。ブーちゃんいいね。最近、あれだね、はい、いいともとが出ないの。もう、いいです。さあ、それでは行きましょう。はい、先ミスターチェック問題、よーい、スタート。第1問、長嶋監督の背番号33、これは何にちなんでつけた数字でしょう。僕のね、ぬいぐるみの数なの。何のですか。僕のぬいぐるみの数なんですよ。集めてるですか。はい。さあ、続いて第2問、長嶋監督の名台詞、一昨年はメイクドラマ、去年はメイクミラクル、今年は何と言ってる。牛乳は噛んで飲め。
第3問、長嶋監督がドラフト会議で松井選手を引き当てた時思わずしてしまったことは何？コマネチ。やってたやつだ、その連続で。第4問、長嶋監督はバッターに必要だと思うことを3つあると言っています。1つ目は洞察力、2つ目は直感、さて3つ目は何でしょう？食い逃げですね。さあ第5問です。1対0で負けている試合で2アウト満塁、フルカウント、バッター清原、さあ長嶋監督ならどんなサインを出す？もう晩飯ハンバーグです。これはモノマネが逆効果になってる可能性かなりありますね。さあ続いて、第6問、長嶋監督のそばにいつもいるあのゴリラ、なぜ監督は追っ払わない？気持ちいいから。さあ続いて第7問、長嶋監督が現役時代オフシーズンによくやっていたトレーニングは何？食わんかよい。じゃあすごい深刻だったんだ。第8問、長嶋監督がカラオケに行くといつも歌う歌は何？ビジュアル系数え歌ですね。どういう歌なんだそれは？あのね、うん、ビジュアルないよそんなものバカ。先発待っております。第9問、1994年2月、長嶋監督は宮崎県で270人の小中学生に講演を行いました。さてその時の講演のテーマは何だったでしょう？なぜここの作り方。第10問、長嶋監督が背番号3を上げてもいいと思っている選手といえば誰でしょう？稲川淳二さんですね。ちょっと不調でしたね。でもブーちゃんね、はい、一茂は本当にいいんですよあれ。さあ、それでは高校の方に行ってみたいと思います。さあ行きましょう。アトミスター、もしもし。どうですかね、ヒカルちゃん、セコンしてますか？すいません、急に自信を持つのをやめてください。似てないってことに関しては同じぐらい似てませんので、はい、もうクイズの方は数で言ってもらって構いませんからね、はい、あのいつものこうテレビ用もしくはあのニュース用の長嶋茂雄ではなくていいですからね、はい、さあ行きましょう。アトミスター問題第1問、長嶋監督が現役時代守っていたポジションはどこ？後ろ。誰のとかじゃないんだ。後ろだったね。後ろ。第2問、長嶋監督が今年高橋選手につけたニックネームは何？吉田。高橋なのにですか？吉田ですか、はい、正解。飛ばしてますよ。第3問、去年の7月、ガルベス投手が審判にボールを投げた事件、その数日後、長嶋監督がお詫びの印にやったことは何？村をダムに沈めた。詫びてねー、詫びてない。クロヨン。さあ第4問、長嶋監督が現役引退の時に言った名台詞、巨人軍はこの後何？食べられません。言っとかないとね、言っとかないと、それは食べちゃうからね、みんなね。第5問です。1対0で勝っている試合で2アウト満塁、フルカウント、ピッチャーガルベス、さあここで長嶋監督ならどんなサインを出す？チンプレー。サインでやんだ、あれ俺たち素人が知らないわ。チンプレーなんだ。すっぽ抜けてこうボールビューとか飛んでちゃったりとか、全部やっべ、またコインが止まんねえよお前。第6問、長嶋監督が今ジャイアンツに欲しいと思っている選手は誰？万田久子。一回落ち着いた方が。さあ第7問、長嶋監督が試合中原コーチに相談することは何？8の段が言えるか。そうですね、原くん、86までは完璧なんだけど87は 何かななんていうね。第8問、長嶋監督が試合の日の朝いつも験担ぎでやっていることは何？給食費を盗む。第9問、数々の CM に出演した長嶋監督、その中で一番気に入ってるのは何の CM？ どんぐり。メーカーとかないんですか？ええ、どんぐり。そうだった、そうでした。もう2兆個売れましたからね、監督が CM やってからね、どんぐりがね。さあ神代植物園の CM なんですけどもね。さあ第10問、もし長嶋監督が今年でジャイアンツを辞めたら次はどんな仕事をしようと思っていますか？ V シネマクイーン。いやー最後の味わい深いな。V シネクイーンってすごい辛い立場だもんな。 V シネクイーンだよ。いわゆるすごい名女優とかっていうよりは、シネマクイーンではなくて V シネクイーンだからね。松田なんとかみたいなやつだからね、よく知らないけれどもね、いやーミスター、アトミスター、はい、いろいろ僕初めて知ることあったんですよ、長嶋監督が現役時代守ってたポジション、後ろ。そうそう、今でも資料残っても4番後ろ長嶋。
後ろにいたね。そうですよ、いろんな人のね、いろんな人のね、日替わりでね、それから1対0で勝っての試合で2アウト満塁フルカウント、これは相当緊迫する場面ですよ、でピッチャーガルベスですから、これきちんとしたサイン出さないと、あ、カッカして打たれることもありますよね。そうですね、これサイン、チンプレーのサインを、ガルベスチンプレーっていう、あ、チンプレーってのは僕は単独プレーだとか、あれ全部サインプレーなんですか。そうなんですよ、もうね、考えてますからね常に。ドラゴンズの宇野がおでこにボールぶつけた時、あれ巨人戦じゃないですか、はい、あれ出しました。出しました。いや、ま、敵にも出すんだ、そうなんだ。いや、そして、何より決め手になったのはですね、数々の CM に出演した長嶋監督、その中で一番気に入ってるのは何の CM か、どんぐりの CM ね、もうとにかく拾ってくれっていう、ね、お願いだから拾ってほしいっていうね、拾ってほしいというのを延々と目で訴えてるシーンでしたよね。そうですね。で、どんぐりのどの字も出てこないのに、神代植物園に人がわんさか行ってね、くぬぎのどんぐりを拾うわ、ぶつけるわ、いるわね、ネックレスを作るわね、家に置いておいて中から小さな虫が出てくるわ、もう一大ブームでしたね。さあ、これ判定なんですけれども、先ミスターがですね、6点で、後ミスターが7点ということで、勝ったのは後ミスターでーす。いやー、まず勝った後ミスター、もしもし。いやー、素晴らしいですね。いやー、嬉しいですね。まあ、森進一にならなかったら正解ですよこれ。来週も頑張って、ミスターぶりを見せてください。頑張ります。よろしくお願いします。はい、あと明日も試合の方頑張ってください。はい、頑張ります。お願いします。はい。さあ、そして、負けてしまったですね、先ミスターですね。もしもし。もしもし。いやー、肩に押してたんだけどね。あんた懲りないね。間違いなく懲りない人だって分かったけど、もうやめてください。はい。今聞いたように、後の方の方がミスターなんで、はい、それぞれ人の前でモノマネとか失礼なんで。あら、プリッチー長嶋でした。プリティの方だ。はい。でも長嶋ですから、はい、どうも。まあ、長嶋ですからね、それはね。はい、どうも。じゃあドン川上によろしくお伝えください。はい、わかりました。ドン川上と、あと吉田ジョンソンと。吉田ジョンソン。それから無力堀内にも。どんぐりもね、虫が出ましたよ。何が？僕の持ってたどんぐりも虫が出ましたよ。ミスターだから、ミスターの真似してどんぐり拾ったんだ。はい、CM に、はい、感化されて。すいません。ぜひまた今回のチャンピオンも、はい、森進一はダメだったのにもかかわらず、はい、ミスターでこれで頑張ったね。また誰か出てきた時には、はい、わかりました。頑張ってください。ふわっと下半身からね、ふわっとね。ありがとうございました。はい、わかりました。まあ、本来打足であるはずのモノマネを前面に押し出して失敗したパターンというですね。もう残念ながらそういうパターンもありますね。まあ、みんなもね、もう間違ってるのがね、この番組は真面目に長嶋修行になってもらおうと思ってやってるんで、モノマネの番組じゃないですから、とにかく本当の長嶋の情報を深夜に流したいわけですから、これから私は長嶋だという人はですね、郵便番号 107-8066、TBS ラジオ伊集院光のアップする深夜のバカ力、メイクドラマ、長嶋修行日本シリーズの他にまで、住所、氏名、電話番号と、あと、自分がどれだけ長嶋か、あともしくは私はあの人にはなれなかったと、もう一回負けたんだけれども長嶋にはもうなれるんだとね、冷静に考えてみれば長嶋だったと、あの時はつい自分が、シガニーウィーバーだと思い込んでたけれども、長嶋じゃないかこのケツの顎の割れっぷりはっていう、そういう方ですね、どんどんお話しください。お待ちしております。メイクドラマ長嶋茂雄日本シリーズ。長嶋茂雄背番号33。いや、やってまいりました。もうですね、この長嶋茂雄日本シリーズに出たいという皆さんがですね、もう私はこれを待っていました。私は長嶋茂雄になりたかったんです。そういう皆さんからのおはがきがどんどん届いております。それが全く同じ文体で筆跡で谷村新司になりたかったこともあるのは不思議なんですけれども、まあ先週森進一にはなれなかったが、よくよく考えたら俺は長嶋茂雄になるべくして生まれた男だというチャレンジャーがなんと一周勝ち抜いて暫定長嶋茂雄に選ばれたことを知ってですね、なんだ一度は俺も谷村新司に憧れただけれども長嶋でもいいじゃないか、そういった人からのハガキがですねどんどん増えておりますけれども、まあ、このコーナーはですね、とにかくラジオを聞いていて俺長嶋茂雄になりたいんだよみたいにじゃないですよ、長嶋茂雄本人になりたいんだっていう人に門戸を開くコーナーなんですよ。まあね、全国で予選やってまいりましたけれども、
茨城長嶋茂雄大会、大変でしたよ。次から次へと長嶋茂雄になりたい人がね、いっぱい来ましてね、まあ最終的には野球の試験は一切なく、上空に現れた大きなふるいの中に入れられて、ガッ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 ってね、あの超人オリンピックの第1回の時の予選と同じやり方だったんですけども、それ残ったね、別にあのポジションはショートでも別にクォーターバックでも構いません、別にそういうことじゃないんですよ。私はっきり言いますよ、今のジャイアンツ、今シーズンのジャイアンツが低迷している理由はね、いつまでも長嶋茂雄があれだからなんですよ。もっと違う長嶋、福王あたりが長嶋茂雄にならなきゃいけないんですよ。早く長嶋茂雄はもう後の人間に長嶋を譲って、自分はもうほら別のあるじゃないですか、高田真由子とかになるべきなんですよね。まあ言ってることはわっきゃわかんなくなってまいりましたんで、ルール説明しますけれども、まああのこのコーナーはですね、電話でですね、2人の長嶋茂雄になりたい人に出てもらいます。でその2人それぞれ10問ずつに、長嶋茂雄本人じゃなければわからないようなクイズを出します。でそれでまああの得点が高かった方が、晴れて長嶋茂雄に近づいていくという。で3週勝ち抜きで本物の長嶋茂雄です。で今日2週目ですね。で既に1週勝ち抜きの暫定長嶋茂雄がいます。で1週勝ち抜くと5尻ね、出場者には5尻、1週勝ち抜きで10尻、3週勝ち抜いて、グランドチャンピオンというか長嶋茂雄本人になった人にはですね、100お尻を差し上げるということで、ねえ、100を知ると背番号71を差し上げるという、もちろん永久欠番ですよね、どんどんね。33は今の長嶋さんのものなんで、それは上げられないんですけれども、頑張っていただきたいと思います。さあ、長嶋茂雄本人になったら、100を知りコインはついてくるわ、後ろにあのゴリラみたいな女はいつもいるわ、大変な騒ぎなんですよ、これ。嬉しいもんですよ。顎はパックリ2つに割れるわね。それじゃあですね、一人目はチャレンジャーですね。チャレンジャー、最初の長嶋茂雄候補はですね、ペンネームジェットマン長野さんです。もしもし。どうも長嶋です。まあ連日は何だったですか。パテッドボールがこう顎にガーンと当たってですね、まあ骨折ということで、まあしばらくね、まあキャッチャーがいなくてね、非常に痛かったわけですけれども、まあ、あのそろそろね復帰ということで、まあ非常にまあゴールデンウィークも終わりまして、まあ梅雨にする前にですね、一つずつこう勝ち星を重ねて、いきたいと思います。長嶋さん、長嶋さん。はいはい、はい、あの先週の例も見てもいいんですけど、はい、あの見てもわかるんですけど。はい、あの普通に戻すタイミングって大切みたいですよ。あ、戻りました。これ長嶋ですか。営業用の長嶋ですよ、最初のね、はいはい、営業用のね、はい、あの割と一生懸命似せようとしてるんですけど、言ってる内容が本当に昨日スポーツ新聞に出てたようなことっていうのがあの僕の中では。でも本物の長嶋茂雄さんを取材してスポーツ新聞書いてるわけですから、当然そうなりますもんね。もちろんもちろんですよね、はい、今日あの長嶋茂雄になる自信は、あ、もちろんです。もうだって長嶋ですから。長嶋ですもんね。え、千葉ですし。千葉ですし、え、共通点そこだけでいいの？てか、お前アビコじゃん。近いですからね、近いですから、お前って言い方ないですよね、ミスターに対してね。で、ミスター、後ほどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、このコーナーで夜中の2時15分にですね、別にモノマネを目指してない人のやる、ベタベタな長嶋茂雄って僕大変好きなんですけどね、もうすでに10王子に獲得しております、1回勝ち抜いている暫定長嶋茂雄ですけども、呼んでみたいと思います。素敵なバカ22歳こと、暫定チャンピオン。もしもし、あのミスター長嶋茂雄です。こもってる。ヘイカール、ヘイカール、ヘイヘイカール、ヘイカール、ヘイカール。すいませんすいませんすいません。はい。あの一周勝ち抜いたからで油断するのやめてください。はい。ものすごいネタ古いですし、ヘイカールとか言ってるし、それと鼻声だしなんか。そんなことないですよ。まあでも今のところ本物の長嶋茂雄に一番近い男ですからね。ええ、まあそうですから。どうですか、あの一周勝ち抜いて今あの周りの反響とかは。いや、もう大変です、なんか。はい、もうミスター呼ばれまくってますから。気が早いですよ、まだ暫定ですから、3週勝ち抜いてこそ本当のミスターですからね、今日含めてあと2回勝ってこその本物の、もうその時はもうみんなからミスターって言われてください。はい、お前みんなからお前本当にフローラ使えるって言われてください、それ必ずね。はい、じゃあ頑張ってくださいね。はい、それでは今日もこの熱い長嶋バトルが繰り広げられます。それでは先行の長嶋さん。成功してますか。はい、分かりやすいところで来ましたね。はい、あの問題の方次々出てきますんで、はい、自分のことですからね。あ、もちろん。ちゃんと答えてくださいね。はい、いきます、はい、それでは先ミスター問題よーいスタート。第1問、長嶋監督が宮崎キャンプで選手に対してよくやる特訓は何でしょう。披露宴。はい、披露宴。第2問、長嶋監督がお風呂でいつもすることは何。同窓会。広いね。
じゃああれなんだ、同期でジャイアンツに入った人がみんな来るわけですね。もちろんです。あ、高校の同期ですから。あ、高校の同期が、さくらから、もちろん風呂に、はい、ね、会場、第3問。今選手たちはヘルメットに9という数字を入れてプレーしていますが、なぜ9をつけてプレイしてるんでしょう。9人でやることを間違えないように。ついね、7人10人ってことありますからね。この間15人って書いてたもんね。ねえ、基本からだから、基本からね。第4問。長嶋監督がヤクルトから一茂を獲得した一番の理由は何。息子にそっくりだったから。ヤクルトベンチ見てて、似てる人がいるな。やっぱり欲しいですからね。息子にも見せてやりたいしね。正解。やばいわこれ、これやばいわ。さあ第5問。長嶋監督が現役時代一番好きだったことは何。芝を食べる。第6問。自宅で一茂さんと美奈さんが喧嘩をしています。長嶋さん、どうやって止めますか。通報。諦めてんね。第7問。長嶋監督がもし巨人の名前を変えられるとしたら、チーム名を何に変える。ピンクレディ。読売。読売ピンクレディ。X ってつけていい。うん、ダメ。ダメなんじゃダメ。俺 X つけなかったもん、ピンクレディ X。 さあ、第8問。長嶋監督はなぜ広沢選手をあまり使わない。入試が抜けていないから。抜けてないとね。さあ最後の10問。ごめんなさい、第9問。長嶋監督は清原の不調の原因を何だと思う。ヒットを打つとお化けが出ると思ってる。それは打てないわ。打てんだけどな。ヒット打ったらお化け出るしな、きっとな。原コーチが来て、清原なんでヒット打たないの。お化け出るから。出ないって。出るから。清原打てないんだよね。さあ第10問。現在ジャイアンツが4位に低迷している原因は何。グレイのチケットが取れない。いやー、しかしね、本来だったらね、清原がヒット打たない理由を教わっただけでもジャックポットですよ。あまりに4問目がもう長嶋監督以外知らない頃ですよ。ヤクルトから一茂選手を獲得した一番の理由、それはね、情も映りますよね、あんだけ似てりゃ。そうですよ。宮にもあの生で見せてあげたかったですからね。なるほどね。ヤクルトだと俺神宮にいるから見せられないけど。そうなんですよ。一緒に東京ドーム行こうぜ一茂、なんて、お前に似てるやつ取ったのって言えるもんね。いやー、ちょっと今点数の方で相当な点数になってますよ。2系6戦頂点です。え、2系6戦頂点。まあ当然ですね、うん、これはすごい。だ第4問目で2系点だもん、もう。ああ、ほいで、9問目で6戦頂点なの。あと0ですか。 あとはピンポンになってたけど0。あ、そうですか。はい、うん、まあまあまあ、お風呂でいつも同窓会ってのはちょっと好きなんですけど、いつもって言っても相当好きなんですけど、これは相当来てますよ。そうですか。暫定チャンピオンももうね、びっくりしてるところだと思いますよ。いや、じゃあそのままお家の方で素振りをしながら待ってください。はい。さあ呼んでみましょう、暫定チャンピオン。どうも、長嶋茂です。だからさ、今晩おやつのホームランです。いや、すいません、ナボナなんで王なんで、それもう違ってる、違ってるんでね、それ違ってますんで、はい、いや、先攻めのミスターかなり良かったですから、まあ逆に言えば客温まってますよ今、客温まってますんで、そういう意味で頑張ってください。はい、いきます。アトミスター問題、用意スタート。第1問。長嶋監督は今の巨人軍の打線を何打線と呼んでいる。蛇花火打線。どんななんだよ。宇多田当時やん、なんかもうコモ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 。第2問。長嶋監督の CM での有名なセリフ、何してますか。夜逃げしてますか。答えてるようなやつはテレビ見れてないっすよね。第3問。長嶋監督が現役時代、川上監督からよく注意されていたことは何。箸の持ち方。まあまあ。第4問。昭和47年、長嶋監督が当時選手と兼任でやっていたことは何。イタリア人。内野手兼イタリア人。ええ、そうです。
第5問、長嶋監督がガルベスに今年取ってほしいと思っているタイトルは何？けん玉名人。第6問、ジャイアンツのクリーンナップトリオといえば松井、高橋、あと1人はザリガニ。ハサミで手ハサミだった、ええ、赤かった、はい、カープじゃないのに、ええ、あと2点。第7問、長嶋監督は渡辺オーナーのことを何と呼んでいる？メガネ。いっぱいいんじゃねえ。第8問、長嶋監督はなぜ石井選手をあまり使わない？アミンが嫌いだから。そうね、嫁さんアミンだからね。第9問、昭和35年、当時現役の長嶋監督は試合中ある信じられないミスでアウトになっています。そのミスとは何？間違えて月刊ジャンプを買った。週刊頼んでたの？ええ、審判に週刊頼まれてたのに。ええ、そうです。あの熱いやつ、ええ、ダメそれだ、どう考えたって怒るよそりゃ審判も。さあ第10問、長嶋監督が目指す野球のキャッチフレーズ、スピード&何？ガム。スピードだけじゃガムがついてるからダメだよね、ええ、プラモデル&ガムって感じだもんね、ええ、プラモデルだけだったら別にプラモデル屋さんで買えばいいもんね、はい、お菓子屋さんで買えないと、プラスチックモデル&ガム、スタンプ&ガム、スピード&ガムですよ、それ当然ですよ。いやーこれね、いやー惜しかったね。あのね、相当打率で言えばね、それは暫定チャンピオンの悪くないんですよ、はい。ところがね、だって4問目で、ね、2球点取っちゃってるの向こう。あ、ちょっとこの点数の方見てみますね。アトミスターの点数今出ました、はい、6000頂点。あー2球差出てた。ということは勝ったのは新しいチャンピオンはサキミスター。いやまずは勝ちました新しい暫定チャンピオン、サキミスター。もしもし、どうも。もう余裕ですね。いや、今日は本当に長嶋さんの秘密をいっぱい聞きましたよ。びっくり。これね、あの今多分家で聞きながらゴリラは必死でメモを取ってますよ。で明日の新聞にガンガン載っけますわこれ。あの実はですね、はい、来週でこれ最終回になります。来週グランドチャンピオン大会ですから、はい、このまま頑張って。な、笑い事で長嶋なるんですよ、ね、憧れの。はい、はい、長嶋です、大丈夫です。なれよ。 なりますよ。なりたまえ。つか長嶋だし。長嶋だからね、結局ね、千葉だしね。そうです、そうそうそう、千葉だからね。わかりました。来週も頑張ってください。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。そして残念ながら一周勝ち抜いたものの相手が悪かったね。いやー、先ミスターが長嶋茂雄だとするならば長嶋清之ぐらいだったもん。あの鶴太郎に似てたね。ということで、あ、森進一にもなれず長嶋茂雄にもなれずというペンネーム、素敵なバカ22歳。もしもし、どう、もういいです、もういいです。もうなれないんですか？負けたわけですか？そうじゃないですか、トーナメント形式みたいなもんで一回負けたらもう明日はないわけですよ。あなたね、言わせてもらいますけど、森進一になりたがってダメ、長嶋茂雄になりたがってダメなわけですよ。ないない尽くしですよ、あんたの人生は。無謀ですよ。でもね、三度目の正直ってこともあるじゃないですか。はい、もしですよ、次に何かにチャレンジするとしたら何ですかね、これね。そうですね、BG4。の、誰ですか？BG4 の、ね、ニコラス・ケイジに似てる。ニコラス・ケイジに似てる方ですね。はい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 。あっちですね、知らないです名前は。で、あの元は冬木だったのを覚えてるんですけども、現は沼田。現沼田の方ですね。ぜひぜひあのその時には頑張ってなってください。はい、あの悔しいかもしれませんけれども、あなたが真の誰かになった時には、はい、これはもう一個の通過点だったことになりますから、はい、元気を出して、明日から絶対誰にもミスターって言われないでください。はい、どうもありがとうございました。はい、どうも。おーし。いやー、普通ね、6000頂点取れば勝ちですよ。ね、どう考えたって。ね、長嶋監督が現役時代にね、信じられないミスでアウトになった。審判に週刊ジャンプを頼まれていたのに、月刊ジャンプを買ってきた。そんなのだってね、他のね、ルールブックに何も載ってないわけですよ。長嶋監督がガルベスに取ってほしいタイトルが、けん玉名人ですよ。それも本当にすごいんですけれども、いや、俺、ツボ入ったわ。息子にそっくりだから、一茂を取ったっていうのはね。松島ディレクター、ジャイアンツボードに知らなかったでしょ？みんなに教えて、みんなに、ね、あの、いろんなね、あの、アナウンサーさんたちにも教えてあげて。
ということでですね、いよいよ来週はですね、真の長嶋茂雄が決定するグランドチャンピオン大会です。出場希望の長嶋茂雄さんは、はがきに住所、氏名、年齢、電話番号と自分がどれだけ長嶋茂雄なのかを書いて、郵便番号 107-8066、TBS ラジオ伊集院光のアップス、深夜のバカ力、メイクドラマ、長嶋茂雄日本シリーズの係までお待ちしております。メイクドラマ、長嶋茂雄日本シリーズファイナル。長嶋茂雄背番号33。ついに今夜、本物の長嶋茂雄が決定する瞬間がやってまいりました。メイクドラマ長嶋茂雄日本シリーズファイナルです。これですね、もともとルール的には3週勝ち抜いた時点で本物の長嶋茂雄になるということだったんですけれども、残念ながらですね、なんかわからないけど今日勝った人が長嶋茂雄という形にですね、毎回そうなんで、なりました。てかもう5週は飽きるし、という理由でですね、長嶋茂雄決定します。今日勝った方が長嶋茂雄です。ラジオの前のですね、リスナーの方からですね、俺はもう長嶋茂雄なんだ、次の長嶋茂雄は俺ですよ、早く今の長嶋茂雄はもう何、田所哲夫にでもなってください。誰だか知りませんみたいな、そういうおはがきいただいております。で、その中からですね、よりすぐりの熱意を感じる方、もしくははがきを見ても、これ、長嶋よりも長嶋っぽいな。っていうようなですね、方を選んでですね、2人、電話で登場してもらいます。で、それぞれ10問ずつですね、長嶋茂雄しか答えられないチェック問題を出します。得点の高い方が勝ち抜きます。で、今日まで今1週勝ち抜きの暫定長嶋茂雄がいます。そして新しいチャレンジャーの長嶋茂雄がいます。勝った方が長嶋茂雄、勝ちますと百お尻と長嶋茂雄本人になれるというですね、大変な権利ですよ。いや、子供の頃ね、長嶋茂雄に憧れてたお父さんにしてみればね、なれるんだ、一度諦めてしまったけど、そんなため息が聞こえそうな、選手権ですけど、じゃあ1人目です、1人目はチャレンジャーです。ペンネーム佐々木宣言さん、青森の長嶋茂雄ですね。もしもし。もしもし、ですね、やっぱり急に力ですね、三ツ山手に入れたんですけどね、きっとこれはいいキャッチャーになりますよ。どう思います、伊集院くん。すいません、長嶋ですか。そうですよ。どうも伊集院です。はい、どうもお世話になってます。長嶋、似てないっていう言い方は変なんですけども、本人なんで。何を言ってるのかな君は。っていうか、なんか変な伯爵みたいな喋り方になってるんですけども、そんな言ってる内容がまた今朝の日刊スポーツみたいなことずっと言ってるんですけども、まあまあまあ、でもね、長嶋さんが言ったことを新聞が書いてるわけですから。そうですよ。それは言いますよね。そうですよ。もう長嶋さん、上原はいかがなんですか。上原ね、やつはもう、ごめんなさい、よりすですけども、まあまあまあ、いえ、やつはっていう時点で、まあまあまあ、でも本人ですからね。そうなんです。ねえ、そうなんですよ。ちなみに長嶋さん、はい、シーズンの途中で取った今二軍に落ちてる外国人のピッチャーなんて言いましたっけ。ハッコビーでしたっけ。違いますよ。あれだって、おっちょこちょいなところがまた長嶋さんっぽいですよね、これね。長嶋さんですよ。長嶋さん、とにかく今日勝てば、はい、いきなり自他共に認める本人ですんで、はい、頑張ってください。頑張ります。お願いします。はい。そしてですね、前回、1週勝ち抜いた暫定茂雄ことペンネームジェットマンなの、もしもし長嶋さん。どうも長嶋です。やはりですね、中継ぎ陣、非常に心もとないわけですから、岡田ですとか三沢、それから左の野村ですが、野村、あと河野の源ちゃん、こういったあたりにですね、軸となって、一つ頑張ってほしいですね。いや、暫定チャンピオンラッキーだったのは、前の人が2票につかなかったんで、似せようとしてることだけが分かるというのはかろうじて。長嶋さん、はいはい、こんばんは。はい、長嶋です、こんばんは。普通の長嶋さんと、はい、できないときは早めに切り替えるのはやっぱり長嶋さんのね、やっぱりね。そうですね、ポジティブシンキングですからね。もちろんです。長嶋さん、はい、聞きたいんですけれども、はい、何でしょう。去年のジャイアンツの外国人選手2人って誰と誰でしたっけ。ですね、ホワイトとあとは何でしたっけ、頭結構もじゃもじゃだったので、スミス。よく分かってるね。長嶋さん、さすがこれ本物だって分かってんもんね。スミスが頭もじゃもじゃなことは内緒だったもん。それをもう知ってるもんね。
松山千春のオンザレイディオのカバーバージョン出してるっていうこともね、CD を出してるってこともね、まあ私長島さん以上にそれ知ってるんですけども、今日はあの、はい、ここで負けるんじゃ先週勝った意味ないですから、そうですね。ぜひあの長島メイクミラクル、そうですね。ね、頑張ってください。はい。メイクミラクルとミルメイクは違うんですか？悩むことみたいですね。ですね。頑張ってください。はい。さあこれで本当に長島決まりますんで、かなり今日は長島力の高い2人ですから、それじゃあ早速チャレンジャー1人目の長島さんの方からクイズに行きたいと思います。長島さん、ヘコール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 、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、はい、多分あなたねその、はい、本当のシーンを見てないと思います。全然似てませんか言い方とかも、それごめんなさい謝っちゃったんです。いや謝んなくていいんですよ、本当はそう言ったんだって言い張ってくれれば。ああ無理ですよもう。いや、すみません。そこで諦められちゃうとクイズ出せなくなっちゃうんで。じゃあ自信持って、はい、自信持って。はい。自信持って。はい。お前は長島だ。おまがれ。長島だ。ヘコール。ヘコール。似てるっていうか本人。それじゃあですね、早速問題いきますよ。はい。頑張ってください。はい。先にスターチェック問題、用意スタート。第1問、長島監督のモノマネをするのに必ずみんなが入れている代表的な口癖は何？目を狙え目を狙え、頭必ず必ず目を狙え。今シーズンのマントはですね第2問、長島監督のストレス解消法といえば何？トンネル会社を作る。第3問、1992年長島監督が巨人の監督に再度就任した時、まず最初に何をすると約束した？透明ランナーの採用。ルール変えちゃった。すいません、ちょっと待ってください。もうコインは出てるんですけど、長島さん。はい。スピード野球じゃなかったですよね。ええ、そうですよ。透明ランナーを。そうなんですよ。それで今年疲れてんだ。第4問。長島監督が入院中の村田捕手のお見舞いに行った時、持って行ったものは何でした？スキャットマンジョン。本物 CD？ 本物。本物だぶっちんパポペだ。さあ、第5問。ルーキー上原投手の登板の前に長島監督が必ずしておくアドバイスは何？手は持つ方は左。第6問、長島監督が東京ドームにぜひ作ってほしいと思っている施設は何？西武ドーム。中身が、中身二重だ。東京ドーム一回掘ってね。松坂も、で、さらに中に、あ、俺、今、頭の中で少し面白くなってた。さらに面白くなってた。東京ドームがあって入り口の小さい西武ドームがあって中に小さい松坂がいるっていう、いやーここまで結構好成績ですよ。アベレージヒッターですよ。第7問、清原選手がジャイアンツと阪神どちらに入団しようか迷っていたあの時、長島監督が言った口説き文句は何でしょう？決め台詞です。タワーハッカー乗り放題だよ。近いからね、近いからね、甲子園ないからね。タワーハッカー乗り放題、うん、巨人。第8問、長島監督が巨人に入団した時の名言、毎日お客さんをどうすると言っている？左遷させる。1番 1個ですね。第9問、長島監督がジャイアンツの寮の門限を破った新人に対してするお仕置きといえば何？家庭崩壊。お仕置きだ。家庭崩壊。本人気づかないうちにね、実家が、実家崩壊してますから、びっくりするんだろうね、これね。上原大阪でしょ、あいつ大阪体育大学だから。もう門限破ったら、上原な、あ、野島が怒んねえんだな、とか、そんなから、上原の妹が親父に対して暴言をガンガン吐いてますからね。さあ、第10問。長島監督がつい最近知った野球のルールは何？ミスコン禁止。あー。いやこれね、いくつかキーポイントで間違えれてるんですよね。長島さん、はいはい、おちょこちょこ早いね、おちょこちょこしょうがないですけれども、長島監督が最近知った野球のルールなんですけれども、はい、フォアボールというのがあるらしい。これがフォアボールという名称のものがあるらしいっていう。言ったじゃないですか、この間。あ、そうだったね。でも相当でも長島さんしか知らない問題ありましたよ。あの、なんて言っても私、あの、さすが長島さんだなと思ったのは、長島さんが巨人の監督に改めて就任したときに、もうファンの前でですよ、ファンは何をしてくれるのかと思ってるときに、私はですね、透明ランナーの方を採用させてもらいますって言って、あの時ファンはね、これは長島さんならやってくれると思ったらしいですよ。言われてみればね、随分とね、あの、シェーンマックを透明にしてましたね。
ケルトンに。ねえ、中島さん、一応点数の方今出ます。おい、3点。まあそんなもんでしょう。なんで、諦めて。いや、この番点で書けない。次2位出れば勝ちだから。自信持って、自信持って。はい。点って俺が結構いい加減に言ってるから。はいはいはい。オッケー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 。中島さん頑張って、頑張りましたね。イェーイ。中途半端じゃねえか。中途半端じゃねえか。さあ、行きましょう。チャンピオンです。もしもーし。へこむしやがれ、中島です。違う、すいません。中島さん、中島さん、違います。CM 違ってますよ。セコム落ちてるかどうか聞いてたって。強制中島せんだ、中島さん。だってみんなやってくれるんじゃないですか。いや、違うんですよ。してますかですから。ダメなの？ダメ、ちょっとやめてくださいよ。惜しいな。だそのバージョンは、放映されてないんですかね。ダメだったの？そうですよ。おかしいな、東京ドームで見たんだけどな。ねえ、あれ、東京ドームだけなんですよ。限定。液晶フロアの角っこにケツマをこすりつけてるやつもあれも出てないですからね。そうなんですか。やってないですから。それは監督は覚えあるでしょうけど、見てないですか、みんなが。やったんだけどな。偽物やったんですか。でも偽物だと思われちゃいますから。はい、やめてください。かえって偽物だと思われちゃいますから、それ本当のことでも。はい、とにかく頑張って。はい。セコム仕上がれる。チェック問題頑張ってください。はい。アトミスターチェック問題、用意スタート。第1問、中島監督の愛車は何？作業用の一輪車。猫車ってやつだな、第2問、中島監督がカラオケでよく歌う曲は何？時をかける少女。なんでだろう、なんでだ、歌った。第3問、東京ドームにある中島監督のセコムの看板。ホームランボールをそこに当てると何がもらえる？執行猶予。よく後楽園の前に護送車が止まってね。一回それやってんもん。当てた人はね、最低2年はつくからね。さあ、第4問。長嶋監督のルーキー時代の記録。6試合連続何をされた？迷子。来ねえんだよ。4番なのにもう全然。後楽園行けなくて。ま、なんですか？後楽園行けなくて。いや、これ来ねえんだよ、やっぱり。うろうろ。さあ、第5問。新人王を逃して高橋選手が落ち込んでいるとしましょう。長嶋監督ならどうやって慰める？見て見ぬふり。横を通っちゃうからね、ずっとね。見なかった。自分に見て見ぬふりですからね。第6問。長嶋監督のモノマネで有名な芸能人といえば何？長嶋。裏千家長嶋。第7問。長嶋監督が現役時代キャンプや遠征先に必ず持って行ってたものは何といえば何？テキレキン。二度と来ねえよ。おめえんとこにはよ。次は練馬行くんだ。第8問。長嶋監督がジャイアンツに入団した時の名言。俺が日本の何を変えると言っていた？企画。まあ、それは企画を変えるんですか？あのマークを変えるんですか？あの企画すべてです。企画すべてよ。はい。あ、なんか違うものにあげるんですか？そうです。何にあげちゃってたんですか？ちょっとこの場では言えないんですけれども。はい、口止めされてますんで。あ、そうだ。そうなんです。現に変わりましたからね。そうですね。はい。もともと大きな桑原だけにあげてた企画ですからね、あれはね。はい。さあ、第9問。長嶋監督がミーティングの時、選手に口が酸っぱくなるほど言っていることは何？スリーアウトで交代。お前らな、あのね、君たちね、どんなに打ちたくてもスリーアウト交代だから、4つも5つも、やりたい時も我慢。それが巨人新指導。第10問。長嶋監督がもし野球のルールを1つ変えられるとしたらどこを変えますか？猪木のモノマネ禁止。もういや、今は OK なんですか？今大丈夫です。あの、家族だとか。そこまでです。すごいですわ。知らないことばかりですよ。でしょ？僕確か本で読んだら思い出しました。長嶋監督がルーキー時代の曲、6試合連続迷子ですもんね。そうなんですよ。来なかったですよ。行きたかったんですけどね。本人では近づいてるつもりだったんでしょ？そうなんです。まさかそこが信州だとは。そうなんですよ。ねえ。お父さんに食べて帰ってきましたけど。あ、結局そこは開き直って。それは偉かったですね。それと長嶋監督が現役時代、キャンプや遠征先に必ず持ってったもの。宮崎に行ったらもう、手切れ金。そうです。必ず置いてきてて。そうです。ねえ、だ監督ね、おっちょこちょいなのは、現役時代、あなた、選手一人が手切れ金を渡したところで、キャンプはもう、上の方が決めてますからね。長嶋監督がミーティングの時、選手が口に酸っぱくなるほど言っていることは、はい、集合スリーアウトになったら交代。もうね、何回言ってもね、元木忘れちゃうんですよ。元木が、まだ打ちたい。そうなんです。打ち足りない。そうなんです。あー、もう未練たらたらね。そうなんですよ。大石恵に。わかりました。はい。それでは点数見て、あー、点数が出ました。
300ドル勝ち勝っちゃったいや見事ですよ勝ちが勝ちがいやこのあの長嶋監督、はい、な長嶋さん、はいはい、意味わかんねえからやめてください後ろの方で、長嶋監督、はい、見事ですね2週勝ち抜いて本来3週チャレンジしても勝ったに決まってるんですけれども、はい、セコムしやがれこと長嶋茂雄さん、はい、これ100押しですよありがとうございますいやーあのこれちょっとジャイアンツ調子悪いですけれどもそうですね明日からいかがですかまあなるようにしかなりませんからね開き直るしかないですよね、ちなみにあの監督はい今の2軍に落ちているあの途中で入ってきた外国人投手なんですけどデセンスでしたっけあはぁすごいすごいデセンスですその通りそっちの方が面白かったなんかデセンスって言われた方があそうだっていう気がしてためになったからさすが本物ですじゃああの明日からはゴリラに付きまとわれてください、はい、お願いしますありがとうございました、はい、そして残念ながら負けてしまったのは今日は相手が悪かったですねいや長嶋さえいなければ長嶋でしたよこの人は長嶋改めペンネーム佐々木千元さんもしもしセコムせんな千葉くでこの野郎それだわ誰か関西弁じゃなきゃまあねだから相手も悪かったことで、はい、もう長嶋には一生なれないんですよ、はい、あなたがどんなに打とうが、はい、どんなに青ひげを生やそうが、はい、どんなに血圧の中から小さなバルカン号を2つ出そうが、ね、加藤のり子とお揃いの血圧号を見せようがトンネルをしようが打席に広岡がいるのに勝手にホームスチールをしようがそれはもう長嶋になれないわけなんですけどもこれはあえて長嶋なれなかったら何になりたいとそうですね前向きに奈良原がいいですね奈良原の大会はもう今日ハムでも控えなんでねあ大会のもしかしたらあるかもしれません玉川で、ぜひその時には出てくださ いありがとうございましたありがとうございましたいやーしかし長嶋を諦めて奈良原っていうね僕的にはありがたいんですけれどもレベルの落ち方、ねまあ、でもこうやって晴れてですね今日も新しい長嶋茂雄が決まりまして、本人もリニューアルしたんですけれども来週からもう全く新しい、ま、びっくりする画期的な新コーナー始まりますタイトルが本星を探せ古畑任三郎ワンテッド、このコーナーはですね我こそは古畑任三郎というあなたの出場をお待ちしております今あのドラマの方では俳優の田村正和さんがあなたの役をやっております、あなたの役をやっておりますけれどもまあ俺だよっていうのをちゃんと言ってやらないとって思ってるですね全国の古畑任三郎さんこれあの、ね、古畑任三郎でもないのに任三郎だなんてハガキを出してきても結局チェック問題で全部わかりますから出場希望の古畑さんはですねハガキに住所氏名年齢と自分がどれだけ任三郎かどれだけ旗ザローか、それをですね書いて郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光のアップス深夜のバカ力古畑任三郎係まで送ってください待ってます。